はい、マロチです。よろしくお願いします。プロスピ2015やっていきましょう。本日の動画はライトゴロやっていきたいと思います。で、ライトゴロはね、なんとなくできるかなと思ってるんですよね。なんでセンターゴロ、レフトゴロまで一応視野に入れて動画を撮りたいと思います。まあ、もちろんライトゴロで成功しなければもうセンターゴロとかやらないんですけども。で、レーザービーム持ちの選手、3人作りました。なんとなく名前がレーザーっぽい選手3人ね、パワープロの最強選手から持ってきました。で、バッターは走力1の選手に、走塁マイナス3をつけてます。で、パワープロからね持ってきた最弱選手を使ってるんですけど、覚醒チャレンジだと内野安打のマイナスをつけれないんですよ。で、内野安打のマイナスをつけようと思ったらプロスピで作っていくしか、まあ術がないというか、そんな感じなんで、とりあえずまあ走力1走塁マイナス3の選手に、まあ、頑張ってもらおうかなと思っております。はい。で、コントローラー2つ用意して、今日は、撮影ねお手伝いしてくれる方がいますので一緒にやっていきます。では頑張っていきましょう。相手がエースということで、はい、でですね、まあ時間かかるでしょうね。2、3時間覚悟で撮影臨むから、頑張っていくから、まずはライトゴロからひたすらやっていきます。まずはライオンズ名打者の押田、初球打ちとなっています。まあ、ここで先制されないように、このいいね、はい、ライトゴロ達成しました。早かったですよ、1回表。あと次センターゴロいきましょう。やっぱライトゴロはいけるね、相手が遅ければ。で、外野前進させてやってれば、まあここからだね。センターゴロ頑張っていきましょう。点検にランナー何で来るか、空振り、当たりません。さあ2球目は何か、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。うわ、惜しいね、今のね、今のはいけそう。てか今手伝ってくれてるのが彼女なんだけど、相当役に立ちますよ。最高、センターゴロ達成しました。あとはレフトゴロ。なんかね、結構、まあ、ライトゴロは簡単というのは分かってて、センターゴロも思ってる苦戦しなかったから、レフトゴロ回数重ねればいけるかなと思うんですね。日産初球から初球打ち、レフトの前、あっという間にレフトへ、これで引っ張った、これはどうだ、レフト前ヒットになります。さ、打ちました、一気にレフトへ。さ、イーグルス、この回は打者1つ打ちました、ヒットになった、やりましたよ、レフトゴロ達成、終わりました。すっげえ早く終わったよ、20分ぐらいかな撮影時間は。ほぼほぼもうミスもなく2人でやるっていいね。俺これ1人だったら絶対やりたくなかった。終わっていいかい、みんな終わるよ。もっと苦戦する動画の予定だったんだけどさ、まあ終わるということで、ライトゴロ、センターゴロ、レフトゴロまで無事達成しました。はい、では、終わりましょう。終わり、バイバイ。